で1分10秒を2回やってもうそれで審査をしてもらうってことになってて、私はあの2回やって本当に当たらなかったもんでがっくりして帰ってきて、もうボーンもしまいかけてるよ、もうめくってます、もうこれは帰らないかと思って、もうしまいかけたら辻田先生が見えて、まだです、まだ諦めるには早いって言うや先生が言うんですよ。寒い、いやこれだけ当たらないみたいで絶対滑ってると思ったよ僕は本当に。で僕は35番だったもんで、まあ一応あのしまうのをやめて、まあ見に行ったら35番あったんよ。でこれ36番の間違いじゃないかって思って一生懸命目をこすって見てもやっぱり35番と36番はあったから、あこれは間違いじゃないと思って、もう地獄から天国へ上がったみたい。まああーよかったよかったよかったと思って、うん、あのよかったんですけど、これで今度型や型でまたドラマがあったよね。型で、あったよね、すごいドラマが。私は打ちたりして先メーンって言ったらこう抜いてメーンを打たなあかん、あかんのやな。ところが私がメーンって言ったら釣り上げたやん、ビューンと釣り上げて、それでメーンって言って、はい間違えましたって言ったよ向こうのその先生が。で1回間違えたら早で、2回間違えると失格になるわけよ。で子たちの最後10本目なんだけど、一番最後で向こうが下段にしないかなんだよな。下段にならんのよ、こう下げたら下段にならんもんだから、思わず一歩か二歩私が出てましたよな。ほんで間違えましたって私がそう言ったら、審査委員長が35番、あなたが間違えたんですかって僕に聞くんや。僕に、ね、聞くんですよ、あなたが間違えたんですかって言って、でもうしょうがないですから、はい、やり直しますって言って、でやって、まあ、終わって、一応1回ずつの間違いだから、一応合格やわな、合格したんですよ、方は。そうやけども、その終わってから、その人が僕のところへ来て、本当におかげで受かりました、助かりましたって言って挨拶に、見えました、うん。でまあ学科はもともと頭がいいもんで勉強はしなかったもんですけど、まず俺そっちの方よけ心配なんだけど受かることができたんですけど、でもあの問題を見た時に、いややっぱり勉強してくれよかったなと一瞬思いました。はい、やっぱり、勉強してから学科も受けた方がいいなと思いましたけど、ただ、私は55歳で五段を目指しとって、昨日先生からもらった、目標のあれに書いてあるやん、55歳五段で、そしたら2年も早く受かってました、53歳今だから今度60で6段受けられるわほんで今度5年や、ね、2年早かったやな、その目標にはで今4段受かって5段の今自分が受かったとすると、どこが違ったかと、まあ、どこが違ったかを今上1段上がったんだから上から見てみると、違いが分かるんだな、なんとなく。それはなんとなく違いが分かるっていうのは、自分は鳥年なんや、32年、鳥年だったの、鳥年や、あるの、あるの、鳥はなあ、こう戦うんや、バイ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 と、戦うチキンの戦い、まあ、ひよこもいるし、いろいろひよこ年だっておるの、いるんだけど、鳥は戦うんだけども、バタ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 するんやな、バタ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 する。それが落ち着いてくると、なかなかバタバタしない鳥になってくるんや。ようわからんか知らんけど、みんな多分わからんな。木形やな。最後にはもう先生が入れる木形になるんやな、鳥は。何木形なの？まあ、それ先生に木の木形はよく説明してもらえばわかる。木の
それが私は今そのバタバタバタっていうのは初段2段これあの、なんだな最初は気境だな気境境形四肢木形といって4段階になる人間は4段階になる4段階ところがまあ大体漫画このちょっと落ち着いてきた鳥ぐらい鳥ということで中津屋にも随分バババババという強い鳥がいるわけよ2匹2匹いるだけどなかなかこれもあのまだ木系までには到底届かない強い確かに強い鳥なんだけどもちょっとその続きすぎのところがあってあのもう軽度まではいかないんでしょうけどそのうちにきっと早く目標になるんじゃないでしょうか。はい先生以上です。わからんかやっぱわからんわからんかあの軽っていうのは鶏ってことやな。私の笑い声入っとる。僕は木ってことやない。あじゃあ木の声も入っとる。木になるんじゃなくて木彫りの鶏というんだな。木彫りの鶏はな、猫が来ようが何が来ようが動かんわな。こうやってる火来たら燃えるし。だから双葉山さんが69連勝で終わって70連勝を秋の海さんっていうのに破れて止まった時に我まだ木系足りえずって言ったよな。それは木系のように誰が来てもドンと落ち着いて跳ね返す、ね、心の動揺しないしっかりしたそういうものにまだなっていない私はまだ未完成だっていう反省の言葉を言ったよな。それは木系で要するに木で掘った鶏のように何が来ても驚かず焦らず堂々とそのままの姿で、まあ、猫の妙術という言葉も同じようなのがあってこれも話は長くなるので今の話で言ってたんだけどあの難しいそれと同じようなやっぱり年が寄っても動揺せずに心を落ち着けてしっかりしていればどんな強い相手でも戦うことができるということなんですけど今尾藤さん見たけど尾藤さんも本当に素直に僕なんかの言うことを聞いてやってみる一生懸命ね今回受かる受からんかは分からんけど今の姿勢を貫けばいずれは受かる。それがね、ちょっと心の中にこう油断ではなくてもう慢心みたいな心がある。その意見を聞かずに自分流で俺ではこれで受かるはずだという考え方をするとなかなか受かるものではない。素直に聞こうってああやってわざわざ大和でも稽古してみえるのがこういう地方仲間で来て一緒にやる。そういう姿勢雄平さんもそうだけど畑中さんもね来てるやろ。だから川先生でもわざわざ南から三遍も見えたりしたけどそういう気持ちやな。あそこへ行って学ぼうここへ行って習おうという気持ちがあれば合格できる。そういうものであります。大級審査の話をすると私は失敗を何回もしてるので2時間でも3時間でも食べることになるんだけどやっぱりテラの先生もいい経験をされてるな。テラの先生は失敗してるだから余計いい経験をしてる。僕も実は形で失敗をした奈良試験の時にね小立ちの2本目小立ちの2本目は僕は小立ちの方なんやけど下段になるやな。大きい方は下段になる。下段っていうのは下段、上段、下段の下段。刀を下げる。そして前に出るんだよね。そして、こうあの下段にここまでやな。で、こうやっていったよね。で、こうやったら近づいた。だから全然こっちは上がってこん。いつまで立っても。いつまでって立っても、せいぜい1秒か2秒だけど。2秒ぐらいあったから出てこない、上がってこん。あれ、上がってこないと僕はいけないで、待っとるんじゃないんだな、上がってくるまでそしたら、シャッと上げたんだよな。普通じわじわじわ、シャッとこうなるんだけどシャッと上げたらこっち、対応ができない。
でこうやったらここをどつかれて木刀で木刀がバーッと落ちたとね。でこのベロとか向けて痛いしこっちは痛いし心のよぎりたかったよな。あ失敗した、これは不合格だ。もうドキ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 してもらってな、言いたかったよ。ここは顔向けてここはこうやるんやね。ほらできんのよ相手がシャッシャッシャッって言われたらほんでこうやってシャッと上げてシャッていくやろ。ほんなら慌てて出てくる、ほんで出てくるのに一生懸命でもうこうやるまでで失敗をして僕のが5メートルぐらいまで袖がバーンとね痛いからで行って拾ってきてまたやり直しやな。で今度向こうの人もあ失敗したと思ってるから今度ゆっくり上がっていてこうチャッチャッとできたしな。まあ、だけど心が動揺してるもんやからああ不合格や不合格やともう思ってましたよ。やり直したんやけどでも心がドキ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 して、で今度学科試験あるんやね。ここで書いてあるんやけど学科試験の石化の木とかね2問あった石化の木ともう一つなんだっけな検体1かなんかから、ね、まあ、だけど頭の中からこないよって何がないよ分からなくなる。これも毎日何遍もバラバンシ1枚ぐらいに書いて勉強してるやよ。事前に3問ぐらい出されとったのね。ほんならもう頭の中からその問の答えがさっと出てって終わって全然書けんの。あら弱ったと思って普通の3分の1ぐらいしか書かない。これは学科試験でも落ちる感じだ。ずいぶん長いこと考えて30分もやっとこさかいて言ったらいい思い出になるでええわってしたんだよ先生はな。肩失敗しました、肩が飛んでてもう合格でしょうか。いや一回ちゃんとやり直したんなら大丈夫だ、まだ下手なやつがおるやっぱりああいうところではアクシデントがあるな。そのアクシデントがあった時に早く平常心に戻す、失敗をねさっと収集する能力がないと、だから失敗したらしまったしまったしまったいつまでも引きずっとると学科の問題が出てこない。一応ほんで学科試験をやる頃は片方合格になっとったんやろ。合格になっとったけどダメなの。今でもいい思い出とかしたけど失敗するとほっぺら頭が真っ白になるって思って、もう何にも前のこと忘れてもやな。本当に大変。まあ10分ぐらいや。今度野田先生やな。